全然残ってる。朝来市和田山町武田にあります吉祥山観音寺、それの18代目にあたります住職が私斉藤松園と申します。お願いいたします。このお寺は臨済宗ということで禅宗ですので、座禅やらするとこなんですけども、よくなぜ座禅をするのかという聞かれるんですけども、一つは心を落ち着かせて、今後よりよく暮らせるようにしていくということを目的にしております。前提言ったらちょっと難しいんですけども、偏らない、こだわらない、とらわれないっていうちょっと全部難しいようなことが、そういう心を持てればよりよく暮らせるんではないかというふうな考え方の宗派でございます。あそこにある天輪鏡像っていうんですけども、あそこ、田島地方では2つしかないと言われていまして、1つがこの観音寺にあるわけでございますが、鏡像という名の通り、お経の本がたくさん中に入っておりまして、それを時計回りに一周回していただくだけでその中に入っているお経を全部読んだことになるという、どんな方でも、子供、大人も目が見えなくても、どんな方でもお経のご利益がいただけるという施設です。今マインドフルネスとか世界でいろいろ流行っていると思うんですけども、そういう機会がなかなか普段生活しておれば得られないと思いますが、武田城に来たり、朝来市に寄っていただいた折に、ちょっとこの観音寺でも行ってみようかと思ったりしていただければ、またそして声かけていただければ他殿の指導やらさせていただきますので、ぜひ気軽に足を運んでいただければ幸いだと思います。兵庫県の朝来市和田山町武田にあります三号を、宝円山明泉寺という、お寺になります。現在、副住職をやっております松本智章と申します。現在副住職ですけども、私が継げば、28代目となりまして、私の息子が29代目と、松本家で4代、このお寺を、継がせていただいております。現在、おりますこちらの本堂は、開祖の日蓮聖人をお祭りしております。で、こちら右手にありますのが、明泉寺の檀家様の、お位牌を安置しております、位牌堂になっております。で、本堂を出まして、一つ目のお堂が、明見堂と言いまして、中にあります、明見様の特徴的なことといえば、通常の明見、様は刀を縦に構えて座られている像になるんですけども、東山にあります明見様のお姿は頭上に刀を横に構えられておられます。これによって、降りかかってくる災いというのを払いのけるということで、厄除けの信仰を集めております。で、2つ目のお堂は、岸母神をお祭りしております。岸母神は、昔鬼の姿を、されていたと言われております。鬼だった頃の岸母神様は人の子供を取って食っていたと言われている、恐ろしい鬼だったと言われております。それを見て悲しむ人々を救うためにお釈迦様が、
岸母人様の子供というのが1000人おられたというんですけども、その中の一人を隠して、母である岸母人に会えないようにしたと言われております。一人の子供を失ったことで嘆き悲しんで、あの辺りを探して回ったと言われておりまして、で、その悲しみを知った頃にお釈迦様が隠されていた子供を、岸母人の前にお返しになられまして、千人子供がいても一人の子供を失ってもこのように悲しいのであるから、人の子供というのを、そんなにたくさん生まれない人の子供を、一人でも奪って食べるということは、その親というのはとても悲しいことだと、そういうことはしてはいけないということを、お釈迦様に諭されまして、それ以来その時に、生えていた頭の角というのがポロリと取れて、それから仏様の姿になられたと。で、優しいお姿になられてからの岸母神をお祭りしているので、本当に子供の神様ということで、町の方からも、寄進を集めておりまして、岸母神のお祭りの時にはいろいろとお菓子をお供えして、子供たちがそれをもらいに父さんにお参りいただくようなお堂になっております。お寺というのは本来、どなたでもお参りしていただいて、それをいつも広く、受け止めるというような役目があると思っておりますので、日本にお立ち寄りいただいて、もう少し深くこの町のことを知りたいと思われた際には、いつでも当山に、お参りください。こんだけ家があってもほとんど老人や、ここにはいない。あ、うん、でも集落の中にこういう放置殿があるのちょっと寂しいやろ。いや、日本今日本全国どこ行ってもこういう集落の風景やと思うね。一っ子一人歩いてないと思う、うん、その中で活性化じゃないけど、僕は何かをすることで友達が来たり、こう現状を見てもらうということも大切なことじゃないかなと思う、うん、他に何かできるかといったら、もう仕事といったら彫刻しかできないので、まあ、それをある意味言葉とか、ミュージシャンは音を出す、俳優は演じる、僕は物を作って表現する、まあ、それが僕の言葉になって伝わればいいなと思っています。なんか贅沢な時間をね、過ごしてるなと思ってます。なんていうの、角度とかなんか、失敗するわけ、いわゆる、この失敗を失敗じゃなくて、こうアクセントをつける一つのあれですよ。ミスを逆手にとってポイントにするわけ。なるほど。なんかそれをごまかしですよ。ごまかし。カレーやったら好き嫌いはないやろうなと思って。ふみこさん辛いの大好きだよ。うん、大好き。あ、そう。あめー、すごい、はい、すごい。なんかかましたんですね。あー、ご飯がまた。いや、大好きです。ザック前のカレー。
あれどうだ？普通のカメラだ。ああ、これか火曜日だ。すごい。うわ、もう額縁行きたい。ブドウの絵が出るから。怖い。だから、まあ、後ってそんなに難しく考えることじゃないよね。だって子供がペテンと電話したことのところから始まるわけだから。これはだから気になったことが一つあって、はい、縄文時代の作品の中に子供の手形が押してあるやつがあった。東京都博物館で去年やったの、今年やったから見に行って、あれ縄文だけでも2万年約1万年は確実に時代があるのよ。1万年やってるのよ。で初めて子供の足跡と手形をバンと見たんよ。作品ってあんなにリアルになったやつは困るよね。やっぱり間を置いてこそ作品というか入ってくるじゃない。それをものすごく感じたことがあまりにもリアルすぎて、生きてたそのものが感じてしまうようなところまで行ってしまうと、まあ、それはそれで消化されてしまうといいものになるかもしれないんだけど、その後で感じたことが、笑いっていつから来たんだろうと思ったのよ。笑うこと自体はいつの時代から笑うようになったんだろうと思って、いろんな人に今投げかけてる、だけどよくこの間テレビ見てたら赤ちゃんが笑ったんだよね。赤ちゃん教えられて笑ってるわけじゃないから、ということは笑いって普通に自然になったのかなと思って、ね、吉本新喜劇みたいな笑いじゃなくて、だから縄文時代の時代に笑いがあったのかなと思って、多分すごく、ね、生きることが厳しい時代に大人たちには笑いがなかったかもしれないけど、そういう獲物が取れた時とか、その口角を上げる仕草っていうのは覚えるもんじゃなくて、確かにね、それは手形がついた瞬間に初めてそれ見て笑ったかもしれない。そうそう、だからその辺のところがすごい気になって、ということは笑いがものの原点かもしれないし、笑わなければこういうものを見たって全然面白くも何ともなくなってしまうから、はいはいはい、生活の中のゆとりっていうのはなかったら笑えないだろうから、赤ちゃんの時には笑えてだんだん笑えなくなったのかなとかっていろいろ考えてた。本当本当に。だから子供がこの間テレビ見てて笑って、そしてなんか耳の聞こえない子供が、お母さんの今の一卒が震えとかなんかだけでしょ、補聴器をもらって、子供がそのお母さんの声を聞いた時に驚いた顔をして笑ったんだ。だから自然にいいことがあれば笑えるんだなと思ってね。ことです。変な仕事になった。そうそう。